どこに呼び出しちゃうんだお前。おい、ここ博多じゃないかお前。なんで博多に呼び出すんだいきなり。ういよっしゃ、松浦です。スタートしましょう。ブルにね、博多に呼び出されました。マジで眠たいっす。まあ行こう。どこ行くかい。じゃあ今日もね、元気に博多へスタートします。行ってみよう。今僕が一番日本で食べたいラーメン、麺劇場俳優、すごいやつだ。マジで暑い。しかもこれ結構暑いんです。こんなに暑い。カラッとしてるね。セミもまだ鳴きおるじゃん。まずはい、今から虎食堂に行きます。どうしても行きたくて、ね、その店にね、今から行ってきますんで、すごい楽しみです。どんな味がするのか楽しみです。2軒目、玄さんに行こうと思います。玄さんは、とにかく大将が面白そう。俺、全然食べたこと、行ったことないんで分からないんですけど、劇場型ラーメンで、その、多分僕の想像はステージみたいになっとって、多分パフォーマンス、なんか作ってるのもパフォーマンス。をするのかなって僕は思ってますし、ラーメンは本当食べたことがないのでどんな味がするのかわからないですけども、その玄さんに2軒目は行きたいと思います。で3軒目、ここも超有名な店で、一層博多一層、これはね全国的にも有名な店で、聞くところによるとプル曰く若い子がやってるらしいんで、僕結構想像したのは年配の人が勝手にやってるっていうイメージだったんですけど、若いね大将がやっているみたいなので、そのね、あのカップラーメンとかにもいろいろなって、ご当地グルメみたいな感じのお土産売り場とかにも あるラーメンですごい有名なので、そのねラーメンもねちょっとしっかり食べて、で4軒目は決めてません。3軒は決めたんですけど、4軒目はいろいろこう撮影今行ってたら、いろいろここの店が美味しいですよとかいうのもよく聞くんで、なんか誰かに聞いて誰かが教えてくれたりするかもしれないので、最後 おすすめのねラーメンを食べて帰ろうと思います。じゃあ今日は4軒行ってきますので、松浦頑張ってきます。頑張るっていう言い方が欲しいけど、食べてきます。しっかり今日はめっちゃ腹減ってるんで、腹減りすぎてるんで、とりあえず食ってきます。じゃあ行ってきます。探します。電車の乗り方が分からなくて、ここじゃなかったらしい。出るところが違うらしい。はい、天神地下街とかいうところに来てますね。僕ここ来るの初めてなんですけど、やっぱちょっと人通りが若干少ないように感じますね。地下鉄の様子で、ほんまなんかもっとやっぱコロナで少ない。一人バカがいます。あの僕あの朝ごはん食べてないんですけど、プルもなんか食べてないとか言うんですけど、今からラーメンめちゃくちゃ食うのにチョコ買うらしいです。しかもなんでチョコが食いたいんだろう。すごいやつがおるの。撮影前にゴディバでチョコか。はい、六本松に着きました。六本松ね、ここの駅に着きました。はい、今から虎食堂行きます。虎食堂はね、福島にあってプロフェッショナル仕事の流儀にも出た武井さんの店が 福岡にもあるっていうことで、絶対行きたかったんですよ。まあ本店ではないですけど、本店ちょっと遠いので福島の、でも博多に来たならここだけは絶対に行きたいって言った店なんですよ。どんな味がするのか、そのラーメン見たら分かるんですけど、本当に自分の想像した味かまた全然違うラーメンなのか、すごい楽しみですし、まあどんな味のラーメンなのかも知りたいです。これね、今ね一番その武井さん、今僕が一番日本で食べたいラーメンこれですね。朝から何も食べてないんで今から行ってきます。 We are nobody ego nobody ego。 あのね、確かね、あれ何回ね、一風堂の会長の社長の人がおるじゃん、あの人となんか協力してなんか行ってよったよ。チャンネル登録よろしくね。大好き。でもすごいっすよね、博多って博多ラーメン主流じゃん。その中醤油じゃん。いやー、虎食堂食べ終わったんですけど、今マジでここめちゃ打ったんすよ。
ロープで、でその打った瞬間横のゴリラクソ笑いよったっすから、ぶつかった瞬間俺ぶつかってマジ痛い、ここバリ痛かった。何で ぶつかったかというと、あのジャングルジム、あれでぶつかりました。あれ登ったんすよ、さっき登ったら降りる時にバーンって顔打ってから、でまあ虎食堂さん食べに行ったんですけど、やっぱ今俺の一番すごいと思っている、日本の職人で一番すごいと思っている武井さんのラーメンがここ博多でも食べれるっていうことなので行ってきたんですけども、まあすごいわ。でもここ博多でも食べれるってね、いいね、並んどる。でもあっさりスープに奥深い味がするよね。表面的な味じゃなくて、その奥が深いラーメンでしたね、本当にね。皆さん今風が強いんで、おいプール風が強いんでまた撮ります。プールお前後になっとるじゃないかこれ。まあそんな感じで、じゃあ次行ってみよう、レッツゴー。大濠公園着きました。めちゃでかい公園これ、なんこれブーチでかいじゃん、これ公園なん。手打ち麺って伸びにくいんじゃねあれ、で変わらんよね。でまあまあそれ加水量が高いけよ、加水が多分ぶち高いんじゃないあれ。最近なんかね、自分の中でなんか面白いことせにゃいけんとかなくなってきとるけ、マジで今日動画つまらなくなってるかもしれない。いや普通でいっかみたいな、普通のありのままの俺になってない最近。これからいっぱいラーメン食べるぞー、エブリボディーラーメン博多ー。博多ラーメンに対して見たんですよ食べログを。でだったらプルに聞いたんですよ、ここの店お前ちょっと面白そうだねって言ったら、プルがなんか場所もろいよこの店って言って、すぐ調べてなんか送ってきたんですこいつが、これ見てって。バリおもろかったんですぐ電話したんですよ。だったらぜひ喜んでって逆にぜひ喜んでって言われたので、多分面白い撮影になると思うんで今から行ってきます。行こう、じゃあ行こう。はい、今六本松駅に着きました。次玄苑さんの方にね移動していくんですけど、どういう名前の一回ね、役員大通りまで移動していきたいと思います。クソ暑い。あー着いたね、役員大通り着きましたね。よっしゃ、今から玄苑に行くんですけど、全然土地勘がないけ、全く自分がどこ歩けるかもわからん。どういう店なのかな、どういう店かも想像つかんけ。玄苑どこにあるの、どこにあるの、わからん。え、これだ。受ける、なんだこれ。受けるくらい、しかも開演って書いてあるけど、受けるくらい、マジ受けるじゃん。麺劇場、俳優、ラーメン俳優、俳優、芸能人。今から芸能人に会いに来ます。今ね、玄苑さんの方終わりました。マジで楽しい撮影でしたね。次ね、博多でもすごい有名な店、イッソさんにね行こうと思うんですけども、まずね、玄苑さんの方をもうまた上がりますので、動画の方そちらの方ご覧ください。楽しみにしててください。本当にね、ラーメン劇場でしたね。俺を見ろみたいな、まあすごく熱意が強い方でしたね。はい、じゃあそんな感じでレッツゴーイッソへ。ごめんなさい。いいです。一番端なんですね。一番端です。一番端。はい、何回同じミスするん？乗り換えするんですけど、僕たち切符で。なんでいつも乗り換え口行ってるのに切符が出てこない。俺ここを知らんし、福岡で、うん、右側じゃないとダメなんですよ。左側じゃないとダメなんですよ。そんなんじゃ説明せんなの。マジ受ける。いや説明せんや最初に。お前病気になるで。甘くない。いや病気になるで。何が？いや病気になるで今からラーメン食うのに。ゼロカロリー。いやゼロとか関係なお前。はい、博多に着きました。イッソーさんの方にちょっと時間がないんで、歩いて行った方がいいかもしれないんですけど、時間がないんでタクります。タクシー乗ります。イッソーわかりますか？イッソー？ラーメン屋です。はい、ありがとうございました。はい、イッソーさん着きました。
うわー、すっげー豚骨の匂いがする。はい、イーストさん食べ終わりました。あー、これぞ博多ラーメンを食べらせてもらいましたね。まあでもね、博多ラーメンはこれじゃっていうラーメンでしたね。しかもめちゃくちゃ並ぶ店なので、皆さんもね、博多に来た際はぜひ食べてもらって、そのね、実食動画もまた上がりますのでよろしくお願いします。ということで次行ってみよう、撮影。はい、ちょっと待って、でも違う、今から博多駅まで歩く、喉乾いたし、うん、ちょっと水飲ませ、あれ、ちょっと水飲ませ、水飲ませ、マジで水が飲みたい。お前ジャグンチひねろ、いけ、はい、ひねれよお前飲ませ、これ飲もう、あ、飲みたいんで。やめや、アホか、お前マジで濡れたじゃないか、お前飲むかいや、やめや、アホベッタベタだよ、お前予備のシャツでも持ってきてないのよ、お前一掃さん、一掃さんね、すごかった。やっぱね、超一級品の店は撮影用のラーメン作ってくれたんで、バッチ綺麗なラーメン作ってくれて、で、その後僕らに食べらせてくれたみたいな。やっぱちょっとすごいっすね、やることが。てか優しいよね。まあ忙しい中ほんまにね、対応してくれて本当ありがとうございます。今から、そうそう、今からゴンゾー、我らがゴンゾー、東広島の、帽子がね、ちょっとね、最近ゴンゾーの大将あって、帽子見たら帽子がね、もうね、ボロボロだっけ、なん大将のもう形変わっとるよみたいになってるけど、帽子がね、ちょっとね、帽子プレゼントしようかなと思うんで、今からゴンゾーの大将に帽子買いに行きます。まあ何回も言うたけど、大将本気で結婚したいので、皆さんほんまにね、いい人現れてください。はい、博多駅着きました。心身に行きたいんですよ。一応3軒は決めてたんですよ、3軒は。で、最後博多の人に聞いて一番好きなラーメンはどこですかって聞いて、そこに行こうと思ったんですよ。一風堂と一蘭しか出なかったので、チェーン店しか出なかったので、まあ、チェーン店は広島にもあるので、それならと思って、ちょうど僕、まあ、もう一軒行くんだ、シンシン行きたいなと思ったんで、ちょっとね、シンシンさんの方に OK か OK じゃないか今から聞いてきます。あそこにあるんでね。はい、シンシンさんに行ってきました。結果発表いたします。ベリグーということなんで、とりあえず許可得たんで、今からコンソの大将の帽子を買って、シンシンさんの方で今日はお疲れっていう感じで食べてこようと思うんで、じゃあゴンゾーの大将のね、帽子を買いに行きたいんですけど、いやでもちょっとね、それ毎日被る帽子だけ、ここ逆で行かずにマジで選ぼうよ、ちょっとマジで選んだけど。いやー、なんかすっげーあんなんいいんじゃないかなって思うのあるんだけど、これ夫人じゃろ、これダメじゃん。え、これゴンゾーの大将に買ったらまずいって、かぶらんで絶対。いや、熱いん、ラーメン屋で他のタイプない、このタイプ、このタイプしかない。帽子屋さんもあるんで、なんかそう聞きました、ここかと思ったんです。あー、じゃあちょっと行けるんですけど、多分量は、あ、わかりました、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと行ってきます、ありがとうございます。はい、帽子あったっす、これじゃん、これがいいだろ、黒がいいね、これにしよう、これ買ってあげよう。はい、買いました、ゴンゾー大将にプレゼント買いました。これでね、プレゼントしちゃいましょう、この帽子を。これが一番シンプルだったもん、これしかなかった、てかこれしかなかった。じゃあシンシン行こうか。はい、じゃあ行きましょうか、帽子も変えたし、うん、シンシン食べ終わりました。こんな感じでね、今日全部日程終了したんで、広島に帰ろうと思います。はい、そんなね、今日一日でしたね。じゃあまあ今からね、もうちょっと新幹線まで時間あるんで、何かできるかもしれないんで、なんかできることやっていこうと思います。じゃあそんな感じで日程は全部終了したので、何かできればと思うんで、次行きましょう、レッツゴー。はい、今から広島に帰ります。ということで、博多もね、思い出の場所になりつつありますね。最後ね、博多バイバイを歌って今日締めたいと思います。こんだけね、多くのファンの方がこの僕を見てくださってるので、最後に歌手松浦京太として一曲披露したいと思います。何の荷物？パソコンとか。まあパソコンは。バカだよお前。お前これ裸で踊ったの、この間買ったやつ。バカだよお前、それほんまに裸で踊ったの。あ
頭悪いの。はい、最後あの新幹線までもうちょっと時間があるということなんで、プルとちょっとあの歩いてすぐのとこでちょっとあのフラッと酒を飲んで帰ろうということなんで、ちょっと酒飲みます。じゃあ乾杯でいただきます。終わったね、博多終わったね。今日一日スムーズすぎなかった。今日やばいぐらいスムーズなかった。しかも向こうの店の人も、相手方の店の人もすごい分かってくれる店ばっかりで、ラーメン、あくまでも俺らのテーマはアイラブラーメン、それでラーメン屋が回るけん意味があるんですよ。これラーメン屋じゃない、俺が回っても回っても意味ない。この俺がラーメン屋だけラーメン屋を回るっていうことがすごい意味あることだと思ってるんですよ。ラーメン屋じゃないと分からんことがいっぱいあるんですよ。多分聞き方も違うでしょうし、すごくやっとってよかったなって今は思ってます。まあ合間を縫ってね、こう合間を縫って月1回ぐらいのペースで県外にねこう撮影来るって決めて今やってるんですけども、やりたいこともあるので、ね、1年だったらそういうことも喋っていけれたらなって思います。でも本当にね、体はしんどいけど得るものが大きい。しんどいこと9割かもしれんけど、その1割の喜び、1割もないかもしれんけど、それはね、その9割のしんどさを超える勝るものになってますね。そんな感じで最後これ飲んで帰りますので、じゃあ広島に着いたら三田さんお会いしましょう。まあでもね、本気で僕らやっていくので応援してください。ありがとうございました。お疲れ様でした。はーい、帰ってきましたよ。なんか心地いい疲れですね。でももう明日朝早いので、仕込みが明日早い日なんで、早く帰ってちょっと仕込みして寝ようと思います。今日もねすごい楽しい旅でした。また次全国のラーメン屋が回るんですけども、次はどこに行くか楽しみにしててください。なんかホームな感じがしますね。友達のゴンゾーの大将にも帽子も変えてこれをプレゼントしに行こうと思います。じゃあ最後に締めましょう。じゃあ皆さん本当に一日ありがとうございました。ご苦労様でした。ワンクロッチ。Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. ここで一曲歌手松村京太として歌わないと始まらないなと思って一曲歌います。バイ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 バ